Thank you.
私の家だよ。今日からここに住むのよ。え、でも、はい。ルカ様、ご機嫌いかがですか。って、それは、まさか。あ、いえ、これは。ルカ様、素晴らしい。それがご飯の精霊。ありがとうございます。早速我が村に奉納。あげません。なんですと。どういうことですかね。ダサカコイ村長、このご飯の精が東の村の持ち物だって知ってましたよね。それを言わずに私に取りに行かせるなんてちょっと汚いと思います。いや、それはその、私ちょっと舐められていたのかなって思っちゃいました。どんなことでもいつも私がニコニコしながらやっちゃうから、今回も黙っていたのかと思いました。いや、そういうわけでは。ルカ様、一体どういう風の吹き回しですかな。あ、にゃ、我々の祭り神を奪って逃げるとは、ルカ様にあるまじき行動ですな。私はルカ、自分の思いを伝えるんだ。自分がしたいこと、なりたい状態があるんだろ。ルカの思い描くものを実現するんだ。大丈夫、できる。渦巻村長さん、このご飯の精霊が出す食料を西の村にも分け与えてあげてほしいんです。何故。今の状況だと、いずれまた今回のようなことになると思うんです。私は今まで自分が嫌われないかとか、よく思われたらいいなとか、そういうことばかり考えてきました。だって怖いもの、もし嫌われたら私いらない子になっちゃう。もちろんこうしている今だってその気持ちはとても強いです。だから言わなければよかったって後悔してる。だけどこのままだと私もみんなも不幸になると思って今言ってます。私も嫌なの。本当はずっと西の村と東の村がいがみ合うのを見るのが嫌だった。だから同じ八方美人ならもっと役に立つ八方美人にしようと思って、これからは変わるんです。何がどう変わるんですか。意味のわからないことを言っていないで、早くその精霊を私の方へ。どちらにも渡しません。これからは私が面倒を見て、私が均等に食料を分配します。何ですと。どういうことですか。だって西の村が東の村を襲うのは食料が足りないからでしょ。東の村が西の村を襲うのはその報復なら、食料が平等に行き渡っていれば争いは起きないじゃない。だからこそ渦巻村長さんに西の村に食料を分けてあげてほしいと言いました。でもできないって言うから、それなら私が管理しますということです。そんなことが許されると思ってるのか。それは私のセリフですよ。東の村だけでご飯の精霊のご利益をもらって、西の村には全く渡せないなんて。とにかくそれでいいですね、両方の村長さん。納得いかん。我が村にそのご神体を。もう言うこと聞かない村はご飯抜きです。なんということだ。仕方ありませんが、今やご飯の精霊はここにあるのだから、逆らうわけにはいくまい。まあ前よりも食料が入ってくるのなら、それでも全然よしでしょう。それじゃあちゃんと供給してくれよ。うちの村人を困らせないでくれよ。こちらもよろしくお願いします。それでは。
ルカ、ちゃんと言えたな。うん、怖かったけど、すっきりした。私今まで本当に自分を押し殺していたんだなって思った。確かに誰にも嫌われないように振る舞うのって大事だと思うけど、やっぱり自分の思いがなくて相手のことに手放しで喜んでると後で大変なことになっちゃう。今回のでそれがすごく分かったよ。そうか。うん、自分も納得できて相手も不幸にならない方法を考えるのって悪くないよね。今までは自分を殺しすぎていたのね。クロア、気づかせてくれてありがとう。いや、頑張ったのはルカだ。よく村長二人を相手に頑張ったな。あれはパラダイムシフト。おめでとう、見事、お見事。10回パラダイムシフトを起こしたら豪華商品プレゼントよ。本当か、なんだか怪しいな。約束はちゃんと守らないとね。何を作るのかしら。私の自慢料理よ。あなたに教えるから、私がいない時でも作って村の人たちに配ってね。わかりました。どんな料理なんだ。まあ見ててよ。すっごい簡単に作れて、すっごい高級な料理なんだから。すっごい簡単ってところが微妙に引っかかるな。あ、そうだ、味見をしてもらわないと。クロア、私が作ってる間に両方の村の村長さんを連れてきてくれる？ああ、わかった。まあ、俺が味見するよりはいいか。できた！俺がですか？ルカ、村長さん連れてきた。耐久料理ができたそうじゃないか。見に来ましたよ、ルカ様。我々の村はグルメですからね。ちょっとやそっとのものでは驚きませんよ。チキンなのはグルメだからじゃないのか。大丈夫、超自信作だよ。じゃじゃーん。名付けてシャロット・トロワよ。これはなんという憎い。まさに魔女の料理だ。さあ味見してください。いやさあ、ダサーかこい村長、がっつり言ってくださいよ。いえいえ、ここは渦巻村長の豪快な食べっぷりを見たいものですね。ほら、喧嘩しないで食べてください。心配しなくてもまだたくさんありますから。そうか、これなら素直に西の村にも食料を供給するって言っておけばよかった。まったくですよ、我が村は完全にとばっちりではありませんか。それじゃあダサカコイさんよ、がっつり行きますか。そうですね、せーので行きましょう。せーので。よし、せーの。せーの。うわあ！かわいそうに。思い出して。
忘れていたらみんな飢え死にしちゃうところだったね。いや、むしろ忘れていた方が良かった気が。クロア、今回はいろいろありがとう。なんかね、もう少しだけでも自分の意見って出してもいいのかなって思えた。そうか、よかった。今までは他人に合わせることで楽をしていたと思っていたけど、案外それってしんどいことだったんだね。それに自分のことを言えるようになったらすごいスッキリしたし。ルカにそう言ってもらえたら俺もここに来た甲斐があったってものさ。うん、それじゃあ行くね。なんだかどんどん深くなっていくね。次はどんなものなのかドキドキだよ。大丈夫だ、俺は何があってもルカを受け入れる。そっかちょっと安心した。それじゃあね。あの料理すごかったね。今回最大の命拾いは、あの料理を俺が味見しなくてよかったことだな。ほんとだね。クロは命拾いしたね。あの二人に敬礼しておかないとね。ああ。
せいぜいやりやり。
前のレベルの町よりも少し大きくなった気がする。活気があるな。それにしても行くあてもなくさまようのは疲れるな。どこか休めるところは。あれ、あそこにいるのはクローシェ様。隣にいるのはレグリス隊長。おい姉ちゃん、あんたはどこに目つけて歩いてるんだ。痛いだろ。あ、何を言っているんです。あなたの方からぶつかってきたのでしょ。謝るのはそちらです。お、いい度胸してるじゃねえか。ちょっと面貸せよ。おい、ちょっと待て。なんだお前は、やる気か。あなたは、ま、女性に暴力を振るうのか。俺が相手になる。面白い、いいだろう。それじゃあ、お前をぶち倒してやる。行くぞ。クロ、なんの、これくらい、大丈夫でしたか。あなた、無事みたいですね。よかった。無事じゃないのはあなたの方でしょ。もうこんなに無茶して。俺はクローシェ様、レイスさんを守るって決めてますから。もう一人でカッコつけてるんじゃないの。回復しないと。えい、出たわ。お呼びですか。お願い、この人を回復してあげて。お安いご用です。それでは癒しの演奏会を開催します。これは傷が治っていく。これでもう大丈夫ですね。ええ、ありがとう。ありがとうございます。本当にもうあなたという人は無茶なことして、帰って私に迷惑かけないでちょうだい。すみません。でも本当にレイスさんが無事でよかった。もう知らないわよ、バカ。それにしても災難でしたね。まあ結構日常的にあることよ。そんな時はストレス発散して帰るんだけど。ストレス発散？何か変化しろ。いえ、変ではないですが、ちょっと意外だったので。いつも勉強ばかりしているイメージがあって。あなたもみんなと同じことを言うのね。そんなわけないじゃない。私だって遊んだりするわよ。あれ？でもさっき友達とか遊びとかは勉強に支障が出ると。それを言ったのはルカでしょ。私はそんなこと一言も言ってないわよ。まあでも確かにみんなの前でこんなことは言えないけど。とにかくここまで来たのならとことん最後まで付き合ってもらいます。いいですね。え、ここはカラオケ屋よ。あなたカラオケも知らないの。歌を歌えるところよ。そうなんですか。私歌うのが好きなのよ。だからこうしてよく一人で歌いに来るの。まあいいわ、とにかく目いっぱい歌うわよ。うわ、これはすごい曲だ。まさかこんな曲を歌うなんて。それにしても上手だな。次は何にしようかしら。まだ歌うんですか。当然よ、まだまだこれからが本番よ。こっちの方がよっぽど倒れそうだ。あー、すっきりした。こっちはぐったりしました。何よ、
全然体力ないのね。そういう問題じゃないと思いますが、それにしてもあんな歌を歌うなんて意外でした。私、ああいう曲好きなのよ。変かしら。いえ、全然。ただ、きっと誰も知らないんだろうなと思って。それはそうでしょうね。誰にも言っていませんし。どうして言わないんですか？言えばきっと一緒にカラオケに行く友達もできますよ。言えるわけないじゃない。え？私は首席で、生徒会長で、生徒の模範となるような生徒なのよ。いけない遊びもしないし、夕方には家に帰る子なの。そんな人がこんな激しい歌が好きで、それもカラオケに入り浸って歌ってるなんて。こんな姿他の人に見せたら、私みんなに幻滅されるわよ。それはないと思いますよ。どうして？少なくとも俺は今日一緒にカラオケを歌っていて、すごく親しみが湧きました。だからみんなもきっとそんなレイスさんを見ても幻滅したりしないと思いますよ。でも私そんなキャラじゃないから。みんな私のこと遊びを知らないとか敷居が高いとかそういう風に見ているのよ。今ここでそれを崩したら。崩したら嫌われるかも。レイスさん、やっぱり結構気にしていたんですね。そっけない、周りからの反応なんて気にしないふりをしているけど、やっぱり気になりますよね。当然じゃない。私だって本当、友達と一緒に遊びに行きたい。みんなで歌ったり騒いだりしたいのよ。だけど、私は今まで優等生を演じてきたわ。ましてや、大きな期待を寄せられているに。今の私のキャラじゃないことをやっちゃったら、全てが終わるんじゃないかって不安に決まってるじゃない。そうですよね。でも本当は友達とワイワイ楽しくやりたいんですよね。ええ。それじゃあどこかで勇気を出して何かするしかないですよ。でもきっかけが。レイスさん、今度の学園祭でさっきの歌でステージに出ませんか？言わないでよ。そんないきなり。でも少しずつやっていっても多分何も変わらないと思います。うん、もう分かった分かったわよ。やるわよ。やればいいんでしょ。私だってもうこんな生活嫌気がさしていたのよ。先生にもみんなにも言いたいことは山ほどあるわ。そういうのを全部ぶちまけてあげるんだから。今日は随分付き合わせちゃったわね。いえ。それよりもう随分遅い時間になってしまいましたから、家まで送りますよ。いえ、結構。いえ、お願い。はい、喜んで。私ずっと我慢して生きてきたわ。ずっと私は期待されて生きてきた。この世界での模範として。だからちょっと苦しかった。自分がしたいこともできないし、自分の本当の意見も言えない。世間的に見て良かれと思うことしか言うことができなかったのよ。そうだったんですか。でもあなたにさっきいろいろ言われて思ったの。このままずっと我慢して大人になっていくのって結構辛いことだって。多分今は我慢できることなんでしょうけど、大人になった時に昔を思い出してきっと後悔するだろうなって。だからさっ
時は吹っ切れた。どうせやるなら学園中の人が腰を抜かすようなことをしてやろうって思ったわ。また随分極端ですね。あなたがそうしろって言ったのよ。これでもしみんなに惹かれちゃって本当に一人ぼっちになっちゃったら、あなたちゃんと責任取ってね。俺がですか？言い出しっぺなのか。当然よ。と言ってもどう責任を取ればいいのか。それはまたストレス溜まった時にカラオケ付き合ってもらったり、あと買い物の荷物持ちとか愚痴を聞いてもらったり。そんなことでいいんですか？いいわけないじゃない。こんなの序の口よ。まだ全体の 4% くらい。へたばってもこき使ってあげるんだから。とにかく学園祭が成功するように俺も応援しています。それじゃあ私この辺で。もう家はすぐそこだから。はい、それじゃあおやすみなさい。ええ、また明日。ねえ。はい。今日はありがとう。初めて一人じゃなくてカラオケ行ったけど、ちょっと楽しかった。それは良かったです。また行きたいね。よかった、嬉しそうで。ずいぶんほぐれてきたわね。ちょっと意外、興味深いわ。お前本当に好奇心旺盛だな。いいじゃない、好奇心は頭の肥やしよ。あなたももう少し好奇心を持たないとバカになるわよ。肝に銘じておくよ。さて学園祭どうなるかな。さあどうかしらね。失敗して泣く園祭にならないようにせいぜい気をつけなさい。何よ。なんでそんなに言うことが親父なんだ。うるさいわね。下ネタ言わないだけマシでしょ。へいへい、